こんにちは、ネモです。パープルアプリやっていきます。今回は5周年記念ガチャスタンプのために社長ガチャ30連いきたいと思います。ということでですね、皆様イベント昨日はお疲れ様でした。その話も後で詳しくしようかなと思うんですけど、まあ壮絶な戦いがありました。そしてサブアカの方も実は壮絶な戦いをしておりまして、僕は右手に本アカ、左手にサブアカという感じで死ぬ気で走っていました。その様子をね、見てくださっていた方々、まあその近くでね、パープロの方々と集まってまあ必死にやっていたのでお疲れ様でした。そしてサブアカで対決をしたユウシ君、ぜひいたら、見ていたらコメントしてください。ナイスランでした。マジで強かったです。はい。というところとですね、サバカの方が、5周年記念のガチャスタンプがあと3つとなっております。で、3つ行くと、PSR の大丈夫博士像がゲットできるというところと、この期限が1月6日に迫ってまして、現在1月4日の土曜日の朝方となっております。で、まあもう新しいガチャはさすがに来ないだろうというところで、今、そのガチャの選択肢が、この新春の、初夢福袋ガチャ、もしくは、25周年超感謝祭大ガチャ、となっております。まあ、この二つを比較した結果、まあ、やはり社長ガチャ、いこうと、いうふうに思っております。で、もう皆さんご存知かとは思いますが、めちゃくちゃサクッと、8回目以降、あ、違うわ、11回目以降かな。だけ見ておきましょう。で、11回目以降の10連ガチャは PR 以上のイベキャラが必ず1枚出現しますと。で、社長ダイアップ、アマネカレンと佐伯のショーアップと。で、佐伯の通常バージョンは50にしたんですけど、まあ、王子佐伯がね、まだまだ解放できるっていうところと、アマネカレン社長ともに全然解放進んでないんで、まあ、ここは全然プッシュしていいんじゃないのかなというふうに思います。あとは、副産物で出るキャラクターたちもね、強いキャラクターばっかりなので全然いいかなというところで、これを30連いきたいと思います。で、まあ、ガチャスタンプは終了というところです。で、ここで150個消費すると、まあ、僕も、まあ、残りが192個というところで、結構その、ライブで使わされたので、サブアカの方もね。なので、石が消費したんですけど、まあ、行きましょう。また貯めればいいさ。これは絶対に必要。ちょっと、ピンク欲しい、ピンク欲しい。おい！あー、それはまずい。それはまずい。王子、佐伯。PR 欲しい。U の PR 欲しい。これは？はい。これは、まごうことなき、爆死ですね。はい。カジ君だけですね。確定枠は佐伯で、あとはカジ君と。まあまあ、まだ10連目ですからね。で、PSR のガチャ券ゲットですと。いうところと、20連目行きましょう。ちょっとそろそろ欲しいな、本当に。てか社長今出なかったね。ピンク頼むよ。赤いけ。うわー、嘘ー、マージか。それはだいぶ痛え。野球マン。レイリー。お、やばい。何の収穫もないぞ。PRU の、PRU の、お、社長はある。あー、最強はいいですね。はい。で、野球マンも一応、その PSR が出たので、まあまあ悪かないがっていうところで30連目はマジでピンクみたいな。ちょっと PSR 欲しいな、この機会に。誰か。30連ポンデかな、これ。あ、いやー、マジか。マジか。僕のライベコの楽しみが全部吹き飛んだ。まあ、しょうがないっちゃしょうがないですが、すべて吹き飛びましたね。うわぁ、ちょっとサブアカの引きだけは信じていたんですが、この30連、ゼロですね。はい。ということで、まあ、深追いはするつもりはないので、これで終わりです。で、まあ、残りがね、190個になったんで、まあ、何かしらのガチャが来ると、多分引けないんじゃないのかなと、まあ、友沢ガチャがね、噂されておりますが、引けないんじゃないのかなというふうには思ってます。ただ、この PSR ハゲ像はね、まあ、非常に重要なものにはなるので、まあ、ここはいいでしょうというところと、まあ、引いたキャラを込み込みで、ちょっとま、解放をやりたいと思います。で、多分でもそんなに、誰か出たかみたいな感じだよね。解放したい。解放が進むとありがたい野球マンとか。うわー、ゼロ。マジ。
ゼロだと、じゃあ、入れるかって感じですね、SR に。SR いるかな？野球マン5号。守備メンタルか。あ、いないや。多分、どっかいると思うんですよね。SR か。社長出なかったな、そして。移動。とりあえずビビ移動しといて。で、戻りましての、ほい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 。あれ、野球マンいなかったっけ？あ、いた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 。まあ、ここも地道に解放していけばワンチャンありますからね。あんまりやりたくないけど、さすがにもう PR ぶっ込むか。まあもう45になっているので、まあそんなには怖くないっていうところは。ただ全スルーされるとしんどいなっていう。うん、まあいいか。これはいくか。これはいいでしょ。2回方来い。はい！ナイス！もう1。もう1。うわぁ。ほぼほぼ確率通り。まあまあいいでしょう。ということで、みやびが1解放してくれました。で、あと誰出たかな？クロセーラとか出てたな。うん、クロセーラは別に解放しなくていいから。とりあえずこれで OK。お、ラッキー。あとは、鈴木も出てましたね。鈴木くん、はい。まあ地道にね、こういった形で、まあ、作っていくしか、解放は進まないので、まあ地道にやりながら。あとは、まあライン目の話とかをしてましょうか。で、まあほんとライン目は昨日は本当にもうきつかったなっていう感想しかなくて、まあ久しぶりにこう時間をとってやっては見たんですけど、まあしんどかったですね。やっぱりあんなに長時間こう集中してパワープロするってことが、まあ、なかったので、まあ、本当に集中し続けてやったので、まあ、なかなか来るものがありました。あとは、一緒にね、戦っていた方々が、まあ、相当な手だれの方ばかりだったので、まあ、いつ終わるんだろうな、これ、みたいなところで、まあ、大変だったなっていう印象はあります。なんかこう、過去のライブと比べても、今回ってかなり大変だったみたいで、まあ、そういうところで、まあ、割り送ったとは言わないですけど、まあ大変だったなっていうイメージはすごくあります。どうしようこれ。アマネカレンは結構慎重にやりたい感はあるが。まあいいか。R はいいか。はい。これ SR に混ぜていく？今日はだいぶ雑いな。アマネカレン。ああ、売却しないと無理だ。売却で、あれ？こんないなかったか。じゃあいいや、移動させよう。とりあえずこんぐらい移動させといて、で、アマネカレンですか。はい。テラミチとかも出てますね。はい。はい。はい。30% が3体ですか。まあ、5体いますね、一応。まあ、全ぶっぱしてもいいしっていうところですね。解放渋かったし。うん。まあ、いいでしょう。45つけてますからね。はい。来い！もう一回、もう一回、もう一回。あ、いいね。もう一回。もう一回行こう。もう一回行こう。ああ、まあ、全然いい。5分の2だったら全然ありがたいですね。はい。で、まあ、ゆっくりこの辺は解放を仕掛けて、ね、まあ、ワンチャンス50を狙えそうだったらっていうところで。で、社長の PR が1枚だけ出てますね。まあ、ここはゆっくり育てないと、まあ、45がそもそも作れないので、ちょっとここは、まあ、待機でしょうかね。あと、誰出たかな？結構ちょこちょこ出てはいたと思うんですが、なかなか。あ、あと、野球マン。野球マンじゃねえや。佐伯とか出てたな。
まあ、最近は母体がここに一応いるので、まあ、こいつをちょこちょこ解放させていく感じですが、まあ、PR2 枚しかないので、まあ、いいでしょう、ここは。待機で。まあ、どれを待機して、どれを突っ込むって、まあ、すごくなんとなくの感じですが、まあ、僕の中ではあるので。ただ、今日はまあ、結構 PR を自覚いバンバンさせるっていう、雑い解放だったかもしれません。ただ、結果的には、しっかりと解放はしてくれたので良かったかなというところと、あとやっぱアマネカレンをなんとか。ただまあ、先長いですね。うん、これ2段階解放行ったとしても44でしょ。長いね。はい。ということでですね、ガチャの方は、まあ、爆死でした。30連して何も出ずっていう感じで収穫なしでした。まあ、このガチャでね、収穫なし結構しんどかったんですけど、まあ、しょうがないでしょうというところと、あとは、このね、ハイスコアトップの森下くんを、サクセス動画撮ってあるので、これを今日公開したいと思います。で、公開の時間はまあ夜になると思います。ちょっとまあ明日じゃない、昨日ライブで全く手つけられなかったんで、多分まあ夜に公開をしますので、ぜひお楽しみにしてください。やっぱ2万1000点台、2万2000点台、まあこの辺乗ってくると、あれ、特の取るもなくなってきたな、みたいな感じの、まあすごいサクセスになるんで、まあぜひ皆さんに見ていただけたらいいなという感じです。で、まあ、野手育成の方はね、もうほぼほぼ、こう、砂漠の方は落ち着いているので、まあ、稼働強化入ってきて、ちょっと本案化の方頑張ってやりたいな、という感じです。で、本案化の方もね、まあ、PF ランクをね、なんとか目指せたらいいかな、と思っておりますので、ぜひぜひ応援の方をいただければ嬉しく思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また、Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローください。また、次の動画でお会いいたしましょう。